まあ2匹いても、まあ所詮なトレーナーのスキルが違うからな。すごいなお前、兄貴がポケモンを譲ったのもわかるぞ。どちらのポケモンもナイスファイト、グッドファイト。思わずリザードンを出して参加するところだった。ヒバニーもありがとう。ほら元気いっぱいにするぜ。モテア、見どころのある君にお願いだ。ホップのライバルにもなれ、二人で強くなるんだ。兄貴、俺はもっともっと強くなりたい。ポケモンチームに挑ませてくれ。なるほど、ガラル地方最大のイベントジムチャレンジに参加したいのか。わかった、二人とももっとポケモンに詳しくなれ。特にモテア、君はポケモン図鑑を手に入れるんだ。ポケモン図鑑を使えばポケモンの強さなどもわかる。ちなみにポケモン図鑑に詰まっているのはデータではなく愛と情熱なんだぜ。熱い人だな。よしモテア、ポケモン図鑑をもらうならポケモン研究所だ。今のノリの良さ最高だ。博士には俺から伝えておくよ。この俺、ホップはチャンピオンになる男。図鑑を完成させるのも伝説の1ページだぞ。ポケモン図鑑をもらうこと、おばさんに言っておかないとな。もらいに行くのか。じゃあそうだよね、ポケモン研究所に。バゴーン、おい待てや、今の音って、ウールか。柵が開いてるぞ。あそこにいたウールは、やばい、あいつ耐えたりしてたもんな。まさか入ったのかよ。この先はさ、誰であろうと入っちゃいけないんだぞ。昔ポケモン博士の孫がさ、中でひどい目にあったし、その後めっちゃ怒られたって。モテアどうする？いやもうそれもね、助けるしかないでしょな。わかる、ダメだと言われても行かなきゃいけないシーンだぞ。覚悟決めてさ、ビシッと行くぞモテア。入っちゃいけない森、入っちゃいけない森、え、なんだっけな、あ、まどろみの森だ。うわすごい霧が、こんなん探せる、こんな中。ウールのやつどこに行ったんだろうな。霧が出てきたな、早く見つけないとやばいぞ。あ、吠えてる吠えてる。うわ狼系じゃない、なんか野犬みたい。モテア、ウールが心配だぞ。急げ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 。うわ、いや、あ、霧が濃くなってる。あ、霧が濃い、あ、見えない。なんだか嫌な感じの霧だな。入っちゃいけないのもわかるぞ。いやもう全く見えんや、やばいよこれ。帰りな、いや帰れねえかも。おお出た、え待って、これ、えこれなんだこいつ、え、こいつってあれじゃない、なんかあパッケージになってるよね、あの雑誌なんだよね多分。ソードだから雑誌なんだよね。え、でも見た目が違うな、なんかちょっと違う。とりあえず火の粉打ちます。おお、なんだこれ、じっと見つめてくる。え、こいつ技が効かないぞ。なんだなんだこいつ、耐えたいな、どうだ、ダメだ。うわ、なんだなんだなんだ、白い霧、モテア何も見えないけど大丈夫か。いや大丈夫じゃない、鳴き声ならどうだこれ。おダメ、うわやばい、ホワイトアウト、何も見えないぞ。
わ、こんな序盤からうわー、こんな序盤から伝説を見せてくる。あれだね、アニメポケモンと同じだね。鳳凰、サトシの前に鳳凰がちょっと現れるように。いやーすごい。いずれね、また退治することになるんでしょうね。ホップ、モテア、誰だ、あ、チャンピオンか。え、兄貴、黄金地なのによく来れたな。お、心配させておいて何を言ってるんだ。方向音痴なのになんで来たんだ。ちょっと怪しいね。いつまでとっても来ないからお前たちを探しに来たんだぞ。そうだ、ウールは、ウールを助けに来たんだよ。あ、ウールもいる。グモ、グモ無事だよ。俺がここに来た時はみんな気絶したい、していたけどな。事情は分かった。黙って森に入ったのはアウトだが、お前たちの勇気は認める。よくやったぞ。よかったな、モテア。深い霧に包まれたり、不思議なポケモンと戦ったのは無駄じゃなかったぞ。不思議なポケモン、何を見たというんだ。すごい威厳があってさ、とんでもない存在感なのに技が効かなくて、というか技がすり抜けていったみたいで。技がすり抜ける、まどろみの森にいると言われるポケモンは伝説なのか。お前らが鍛えて強くなればいつか秘密を解き明かせるかもな。まずはまどろみの森から出よう。俺が一緒だ、安心しろ。兄貴には怒られたけど、すごい体験をしたよな。俺の伝説の1ページになるぞ。反省しろ、もっと悪いことしたんだ、反省しろ。黙って出かけるとさっきみたいに怒られるからな。ブラッシータウンに行くこと、おばさんに話しておかないとな。あれ、もう、え、もう行っていいの。いいんだよね。あ、いた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 。行くぞ。このチャンピオン、この一歩がチャンピオンの第一歩。よし、俺は草むらのポケモンと戦わせて猿乗りを鍛えるぞ。お前が行くのは紫の屋根、赤と白のボールのマークが、マークがある建物、あれがポケモン研究所だ。意外と近かった。お、なんだ、ウールがいる。すやすやや、寝ているウールたちを起こさないよう遠回りしよう。なるほど、こっちの道は使えないよと。なんでだ、ゴールだ、おめでとう。君はポケモン研究所に見事到着したんだ。方向音痴の俺とは違うな。ポケモンが一緒にいたから君の世界は広がっただろ。リザードも目印サンキュー。バギュア、ここや、これで研究所行くんだね。さすがはマグノリア博士、気になる資料ばかりだ。犬は、犬ぬはあ、この子知ってますよ。ワンパチでしょ。ポケモンの、あ、アニポケモン、アニポケでも出てきて。あ、タネ君今日は何、まだ見ぬ最強のポケモン知りたいとか。
無茶はやめてほしいんだけど。か、これこの人があれ博士。やあワンパチ、いつも案内サンキュー。今出迎えてくれたのはワンパチというポケモン。道へ迷った俺を何度も助けてくれたんだ。ちなみにトレーナーはソニア。彼女の作る料理は手早く食べられていいんだよ。もう昔一緒にジムチャレンジに参加したからってどんな紹介だよ。ワンパチだけじゃなくて私もあなたもあなたを助けたよね。おっさんな馴染みなんだね。はじめまして、私はソニア、博士の助手をしています。あ、助手、博士ではないんだ。こちらはモテア、新人のポケモントレーナーなんだ。ソニア、アドバイスを頼むぜ。かわいいな、動きがかわいいな。人なんだと思ってんだろ、マイペースすぎるから迷うんだよ。ってあなたも スマホロトも持ってるんだ。ヘイロトム、こんなの持ってました。決定。いいよねスマホロトム、マップもナビしてくれるし。ダンデ君は迷子になるけど。で君、あ、ポケモンに詳しいの？いやもうそれは詳しいですよ、20年もやってますからね。お、言うじゃない。ではポケモン図鑑をスマホロトムで使えるようにしてあげるよ。あ、図鑑もらった。あ、図鑑もらったな。ちなみにポケモン図鑑は私のおばあ様からのプレゼントだったりするのです。お、あ、ポケモン図鑑を受け取ったことをおばあ様に伝えておいてよ。おばあ様だったら2番道路の先にいるから。おばあ様に伝えるの？いや、どうすか、モテアちゃん。あ、いいね。いいね、いいわいいわ。いや、これ絶対領域がたまらないっすね。どうすか、いいでしょこれ。真ん中で女の子がこんな、あーやばい。ん、ジムチャレンジ、何それ。ジムチャレンジとは1年に1度チャンピオンに挑戦する権利をかけて戦う大会。ただジムチャレンジに出るには推薦状が必要なんだ。兄貴はまだ認めてくれない。だから博士に相談するぞ。お前も参加してくれよ。だってライバルがいれば俺たち2人強くなれる。博士は2番道路の先の先、ポケモンを鍛えつつ進もうぜ。おいモテア、そうだ、モテアにポケモンの使い回り方を今から教えよう。ポケモン図鑑の完成のためにはポケモンを捕まえないとな。兄貴、どんなポケモンにもタイプが備わっていて得意不得意がある。だからお互いをカバーし合えるポケモンを捕まえるといいぜ。さあお見せしよう、チャンピオンタイム。それ何、それ何、それについていけないの？その温度にまだついてきてないの。着きましたね。ほら博士だぞ。ダイマックスの秘密は 100% 明らかに。いえいえ、そんなまだまだ謎ばかりですよ。孫が引き継いでくれればそんな風に考えていましたが。孫ってのがあれか、ソニアさんか。おやおや、ごめんなさいね、お客様に気づかないだなんて。私はマグノリア、ようこそ若いトレーナーたち、ひとまず家にいらっしゃいな。この人が博士なんだ。で、孫のソニアが
その助手って感じだったね。あら、ホップウールに新しいお友達が増えたのね。あなたが表やね、ソニアから受け取ったポケモン図鑑、あなたの手で完成させてくださいね。なあ、モテアは。ダイマックスを知ってるだろう。マグノリア博士はダイマックスの研究をなされているんだ。ダイマックスを使いこなすには、知識も必要だからな。なんて言ったら、どんな時でもポケモンのことばかり、いろんな紅茶があることを知っているのも大事ですよ。おねね、博士からも兄貴に頼んでよ。ジムチャレンジに推薦しろって。そうね、ダンテ、どうして推薦しないのかしら。ポップもモテヤもポケモンと出会ったばかりの未熟なトレーナーなんですよ。おやおや、あなたの願いはガラルのみんなが強いポケモントレーナーになることよね。あ、そういえばそうでしたね。大事なことを忘れていたぜ。だからポケモンを託したのだった。よし、わかった。二人とも俺が推薦せざるを得ない素晴らしい勝負を見せるんだ。もちろんお互いのポケモンはバッチリ元気にするからな。あ、戦うのか。よし、もうでは外で待ってるぞ。このマグノリア博士がダイマックスの研究を してるってことだ。美味しい水ゲットしました。みんなバケツの中から美味しい水が手に入りました。おい、モテヤ、推薦状をもらうため俺と戦ってくれよ。あ、でバトルか。そっか、またこいつとバトルか。おい、モテヤ、推薦状をもらうため俺と戦ってくれよ。しつこいな。どうしようかな。じゃあ一旦ここで今回はちょっとあれか、終了しときますか。で、次回はこの続きからやっていきたいと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ね、コメントな、グッドボタンとか、お願いします。では、また次回、明日。